皆さんこんにちは、ジョン・カビラです。本日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、ヴィッセル神戸対ジェフユナイテッド市原、解説は中西さんです。中西さんよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。なるほど。さあ前半戦がスタートしました。サイドをご紹介しましょう。向かって右のエンドから攻めるのがジェフ、反対側左のエンドからがヴィッセル。ミリノビッチ詰め寄られました。短くつなげて左へ回す。ここから行くか。中に返してジェフ、立ち上がりここまでご覧になっていかがでしょうか。中西さん、まだスコアで大きくはないんですけどね、期待できると思います。スローインから藤本、主審がファールを取りました。これが今日最初のファール。ジェフ、ピンチを迎えています。よく守っています。縦に出して必死に守ります。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。この大きなパスはサイドにパスが出た。ボランチの吉村、ヴィッセル前半も半ばに差し掛かりましたがまだシュートシーンが見られません。ちょっと慎重になりすぎてますね。左へ出して、まもなく前半も30分が経過します。先制のチャンスだ。頭でくる。よく止めました。キーパーは岸野。そこから中島、浮き球のパスが出た。タイミングが合わない。ミドルレンジから狙った。もったいない。これは狙ってきましたね。そうですね。ここまでですが両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。もっと積極的に打っていってほしいですね。縦にボールが出ました。左にさばいて左に出した。落とします。硬い守り。この位置でボールがタッチを割りました。0対0、点差はありません。
で来た。いいとこ出ましたよ。タッチラインに逃れました。スローインするのはハリュー。前半戦終了です。中西さん、前半を終了して無得点のままですが、どうでしょう。まあ、監督の指示なのかもしれませんけど、今の感じではまあお互い牽制しているようですよね。そして前半終了時のスタッツです。ヴィッセル、フィールドの使い方についてどのように思われますか。ちょっと偏ってますよね。後半は違うエリアを使って攻撃を組み立てる必要があるかもしれません。そうですか、ありがとうございます。前半を終えて点差はありません。両チーム無得点で前半が終わっています。画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まりました。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。大きく縦へ出します。ここからバンド前へ。下がったボールは吉村、そして左から藤本。キープ力を持っています。中央から上がっていった。横へ運んでいきます。後方で回しています。後半も15分が過ぎました。左に切って右を使って、このパスはどうだ。これは読まれていました。チャンスボール、いいですよ。折り返したぞ。いや、いい反応でしたね。後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん。はい、ワンチャンスで勝負は決まりそうですね。繋いで羽生、スルーパス、これは通りません。大きく前方へフィード。後半30分を回ろうというところ。さあ、ワンツー、いいプレーです。これはファウルの判定。ここで選手変わりますね。みたいですね。ヴィッセル、選手を変えてくるようですね。いや、いいタイミングですね。これで試合がさらに面白くなると思います。ヴィッセル、ピンチを迎えます。ロングシュート、いいディフェンスです。中西さん、このまま後半が終わる可能性も出てきてますね。どちらも後半動き悪くなってますよね。ただ手もまだ分かりませんよ。縦へのパス、さあ通るか。これは通らない。竹川、いい反応を見せました。左に振ってきた。左を使って。後半終了まで残り5分を切っています。出した。左サイドに展開。キーパーしっかり抑えました。あっと、ここで試合終了の笛です。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。中西さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、お互いちょっと攻めきれなかったですね。しかし、それで実力が均衡していたってことじゃないですかね。はい、そうですね。ご覧いただきました試合は0対0、両チーム引き分けで試合を終えています。そろそろお別れの時間がやってまいりました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さん、どうもありがとうございました。 ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。ハイライトを見ながらのお別れです。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。